中身が美味しいっていう、熱い。めっちゃ美味レッスンが終わってこれからパン屋さんなんですけれども、お腹が空きすぎて歩けないのでフィナンシェを食べます。見守られてる。お姫様みたいに食べる。おいしい。までに時間がないので軽くおにぎりを食べたいと思います。中身はこんな感じで、新潟湯の谷さんのお店のですね、上から赤飯、おぼろ昆布、エビ天、全部私の好きなセレクト。いただきます。今バイトが終わってお腹が空いたのでロスの角食パンを食べます。この穴が開いたロス、いただきます。嘘で。え？パンとオロナミンシーって。嘘。ね。何でも合うよ。今パン屋さんから帰宅して23時15分ぐらい、いつもそれぐらいに帰宅するんですけど、母がナスと豚肉炒めを作ってくれました。で、夜遅いからちょっとご飯は少なめです。この 豚肉とナスには何が入ってるの？食べてみ、食べてみる、分かる。ちなみに父は京都で、京都出身で、母は大阪、大阪なので家は関西弁です。うん、なんか入ってる。何、何入ってんの？何？いろんなもの。いろんなもの。何それ。もうニンニクとか、うん、まあ、当たり前やけど、うん、玉ねぎとか、うん、全部すり込んで入れて、うんうん、冷蔵庫にある調味料をいろんなもん入れて、うん、もう一緒に一回しか作れない味。賞味期限切れてない？うん、切れてない、大丈夫。最近はちゃんと冷蔵庫きれいにしてるから。いや、いつもきれいけどな。よく賞味期限が切れた
いや切れてない。調味料が出てくる。たまにね、たまにね。うん。たまにね。うん。プリンちゃんは？プリンちゃんも登場させてあげて。我が家のプリンセスです。プリンです。元保護犬です。プリンちゃんです。ございます。今日はバナナ、蜂蜜付きと、あと私の働いてるお店で売ってるカンパーニュっていうパンにバターじゃなくてクリームチーズを塗った最近ハマってるパンですね。を食べたいと思います。ちなみに飲み物はホットレモンです。リハーサルがないのでレッスンで終わりです。なので大体みんなは自主練をしたりストレッチしたり筋トレしたりしてます。よしくんです。よしくんは最近何頑張ってるんですか？レッスンです。最近はハードアウト、ハードアウト、めっちゃ綺麗なんですよ。見てこの足、目がわかんないね。超綺麗。頑張ります。頑張ってー。あ、眉の眉。うわ、綺麗。バレー大好き。眉です。眉はレッスン何頑張ってるの？リハーサルとかパフォーマンス続いちゃって、ちょっと崩れたりする、それを一応忠実に戻すことができそうな。あ、真面目だわ。真面目です。真面目なバレエ大好きのスタイルですね。超大好き。はい、今から大好きな先輩2人とようさんとひなこさんです。とこんにちは。と下北のカレーを入れたら食べに行きます。行ってきます。下北のカレー屋さんに来たんですけど、ひなこさんセレクトのこんなこのお店です。めっちゃすごい。名前何でしたっけ？マジックスパイス。マジックスパイスっていう下北のやばい癖しかない。やば。並びます。すごいすごいわ。いただきます。どう？辛い？あ、美味しい。うん、美味しい。どう？めっちゃ美味しいんだけど。やばいね。待って、嘘、肉こういった。何、どっちり見える？やばい。もうなんか、もう丸ごとみたいな。やばい、どうやって食べるの？これはヨウさんもわ、すごい。ヨウさんの、おーっと、すごい。餃子入ってるじゃん。そうなんですよ。ネパールの餃子、モモっていうんですよ。ネパールの餃子がモモっていうの、何すればよかったかもしれない。めっちゃ美味しい。今帰宅してインスタントラーメンと大好きなネギトロを食べたいと思います。
え、うちがバレエ始めたのは、なんでだっけ？幼稚園の時に仲良くなったお友達のママが、宝塚を大ファンのママがいてて、そのママがゆうちゃん一緒にバレエしないって言って誘ってもらったのがきっかけ。でもバレエってさ、すごいお金がかかるイメージじゃん、イメージっていうか、まあ、実際すごいかかるじゃん。かかるね。ちっちゃい頃ってどれぐらいの？いや、金額はほらその教室によって違うけどさ、小学校ぐらいまではさ、まあお習い事、ぐらいの金額でしょ、でもほら中学校ぐらいになったらさ、発表会で男性と踊りますとかさ、だったらやっぱり発表会代金プラスその男性と踊るお金が追加されてくるし、あとほらコンクール出たいってなるじゃん、ね、コンクール代金も発生するし、そういうもろもろのことを考えたらやっぱりパパの習い事よりかはお金かかるのかな。なんかやっぱり中学校って言った記憶ないもんね。まあ、金銭的にもし一般の仕事だったら、一人暮らしが余裕にできるお金はあると思うんだけど、なんか今の感じだとまだ、余裕がないから、まあ通える距離だし、実家暮らしをしてるけど、そういうのは何も思わない。もうずっと一緒に暮らしてるからね。なんか、はい、出て行ってちょうだいなんかそんな思わへんし。中華街に着きました。じゃーん。ってことで今から食べ歩きをしたいと思います。で、今日一緒に食べ歩きするのは、じゃーん、レンちゃんでーす。イエーイ。入り口入ってさ、入り口入った瞬間にもう並んでるからもうペコペコで、まずごま団子行ってきます。いってらっしゃい。かわいい。お味はめっちゃ美味しい。やばい。フカヒレチーズシャオ、いただきます。これやばいよ。あ、うわ、うわ、あ、待って、間違えた。チーズじゃない。え、でもチーズだよね、うちら頼んだ。間違えたかな。アフリのシャオピー、チーズなしでした。チーズなし。うまうま、でもめっちゃ美味しい。めっちゃね、フカヒレがね、入ってる気がする。餃子みたいな、餃子みたいな感じ。うん、めっちゃ美味しいよね。ニラまんじゅう。美味しい。めっちゃ出てきた。めっちゃめちゃ出てます。食べるの。3品目。はい、おなじみの、え、もう暑そう。
な。後ろに絶対無理じゃん。中身が。まだ食べれてない。熱い。おいしいっていう、あぐー。ここの肉たるめちゃめちゃ美味しいんですよ。いい香り。おいしい。うん、めっちゃおいしい。喜んでないんだけど、この子。口が。かわいそう、ごめんね。かわいい。うん、元祖的になって。行ってきます。フフ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 フた。6月の公演の配役発表が出ますって連絡が来てて、今回ガラコンサートっていういろんな演目の抜粋で11作品を出すって言ってたので、もうなんか正直寝れないぐらいドキドキしてます。なぜか最近インスタで YouTube を見てくださってるお客様からメッセージをたくさんいただくんですけど、なんかそういう機会があまりというか本当に今までなかったから、その応援してますっていうメッセージを見て、なんか泣きそうになっちゃって、チケットノルマもあったじゃない、うん、ね、めまいがしてさ、一時期バレエ団お休みしてた時あったじゃない、うん、バレエ終わって夜までバイトして、ね、朝も早かったね。そう、疲れがまだ取れてないのに朝早く起きて1時間40分から50分、うん、電車乗ってさバレエ団行って、うん、あれは疲れちゃったんだろうなと思うわ。なんか見てくださってるお客様がいっぱい増えて、なんかすごいもっと頑張んないとなって思うし、根本的にはバレエを上手になるのが一番だから、うん、ちょっといろいろ頑張っていかないとなって思います。なんだろうって見なよって話なんだけど、ドンキの一人
ドンキの一人だけかと思ったら海賊のメドーラも入ってました。200やる200やる。多分この数ヶ月間は怪我と向き合いながら踊っていく感じになるかなって思うけど、でもこの役を与えられたってことは、何か意味があるし、きっと自分がこの数ヶ月で成長するし、感謝の気持ちを忘れずに毎日過ごしていきたいです。アチチュード見せて。今日はお昼は鉄板焼きです。